開放的、なんか京都駅みたいじゃない？あー確かに。ちょっとだけ左手の紫のところでチャージとかできるかな、あっちでチケットとか購入できます。ありがとうございました。ケイをここでさよならやの、うん、楽しかったです。やつやつだどうもありがとうございました。秋田さん、はい、また秋田おいで。いや行くわやっぱり俺もせっかくだし行きます追いかけます撮影したいんで笑た仙台の飛行機乗りますってチケット取ってますいや今いやそれはやばい、パスポートあるけどな何があるかわからんからさ。いやせっかくだしもうちょっと話したいし秋田行くなら今や。おいや今台北から桃園に行きます。桃園から仙台、仙台に行きますか。やばいやばい、拉致られるいや右側のあれかな、ちょっと待ってね。あっちです、あっちです、エクスプレスで、ターミナル1だから A12 です。あでもあっちだから方向的にはあっち座った方がいい。あ、1回出て。あ、いやいいよいいよ。ここどうぞ。あ多分奥まで行かないとないと思う。いいよこれ。うん。でも優先席やな。優先席。あ、本当。空港を使う人以外もね、いるからね。結構な。結構混んでるね。やっぱみんなエクスプレスに乗りたいから。第1ターミナルまで行きますそこからタイガー航空に乗って仙台に行かれるそうですいやあっという間だったね。茶売ってるとこってことだね。あそこ浸透用、まあまあまあ正直どこも似たようなもんではあると思う。最後売ってるとこだ。浸透用ってとこと、ウーロン茶が欲しいよね。
台湾のお茶。これは茶器か。台湾の、あったあった。あ、280元ぐらいからあるよ。300元ならまあありだね。東方美人茶が28からあって、これ香り加減だこれ、うん、いいね。このサイズがあるならいいね、うん、あ、でもこれ下もあるで、ね、これ280多分。ああ、いいね、いい。ちょっと香りを加減だな、うん。で、俺が言ってたのガオさんとか、うん、ウーロン茶の香り難しいよね、でも。あー、ウーロン茶やウーロン茶や。あの、これとかすごいよ、ウーロン茶。あ、いい香り、うん、これがグレードが上がっていく感じやね、右に行けば。あー、確かに。これが一番高いかな、ここでは。うわー、これ高級だな。めっちゃ何が違うんだろう。果汁 100% ごめんなさい、これ果汁。あ、うん、おいしい。難しいな。ああ、日本の信玄餅ですめっちゃ美味しい。ありがたい品種や。市内で探し回らなくても。ああ、まあ値段もこれ24パックだったら、ね、うん、申し訳ない。あ、すごいお得じゃん、うん、そんないっぱい入ってんだね。これ、うん、まあ配りやすいね。どれにする？美人茶の方がまあ、美人茶の方がいいかな。お母さん受けに。チョコリ。黄身が入っているやつとか、濃度が、濃度じゃないや、純度が違う。トングアって言って、あの、冬瓜を入れてるから、基本。冬瓜のその、ネチネチってしてるやつ。それで、これが？あ、いやいやいや、あ、パイナップルケーキ。冬瓜が何パーセント入ってるかとかで。なるほど。冬瓜が。冬瓜のやつ、うん、ウリか、ウリが入ってて、それでこう繊維がある感じ、うん、だからこうパイナップル 100% でやると高くなるから、パイナップルとあれだあ、もう使い切った。あなたも可愛いから、もうよかったね。我我一个人很多的。再不好意思哦，好，拜拜。可以用。客人用，坐在这边。啊。めっちゃ後ろからばっか来た。後ろからゴンゴンおばちゃん。いろいろ美味しいお店ありがとうございます。いや、マジでまた、あの、次回はじゃあ秋田で。秋田で待ってるよ。ぜひ行くのでよろしくお願いします。その前に台湾来ちゃうから。あ、ぜひ、その時はまた連絡ください。写真撮ろうか。セルフィー？何？サルフィー。オッケー。超美肌モード。プルプル。ありがとうございました。じゃあね。元気でね。俺も頑張ります。余裕
ファイナルコールとか言われないように。オッケー。この間もファイナルコールやってる。やってもうてる。みんな飛行機に乗ってて。マジで？本当のファイナルコールやん。またあのついてゆっくりしたらまた連絡しちょうだい。あ、はい、編集頑張ります。仙台からはまたどのぐらいですか？2時間ぐらい。気をつけて。ペコっていう場所です。